壁島の先は絶景が広がってました。いやこれは美味しかった。見ての通り山奥に入っていきます。すぐ前に線路があるのはびっくり。虹の松原を海から見たらどうなんでしょうね。見たことないような特別な世界。こんにちは、ドロ旅です。今回は初めての九州の佐賀県です。旅のルートはこうです。唐津から呼子に行って、そこから南の伊万里や有田を訪れ、ゴールは武雄です。佐賀県の北部を半周したら何があるか見てみようの旅。ここもですね、めちゃくちゃ楽しかった。車旅、バイク旅する方は必見です。佐賀県の日本海側のドライブコース、悠久の歴史と文化に触れることができて、初めて行ってもどこか懐かしさを感じました。なんでこんな懐かしく感じてしまうんだろうと、不思議な感覚です。皆さんも初めての土地でそういうことないですか？天候も非常に良くて、佐賀県の良さをお伝えできると思います。今回も長い旅になりますが、最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方、応援してくださる方はお手数ですが、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。福岡都市高速から西九州自動車道を通って佐賀県に入りました。最初に行くのは虹の松原が一望できる鏡山展望台です。大きい鳥居がありますね。上り坂を登っていくのですが、曲がりくねった坂に加えて起伏を繰り返すので船に乗ったような感覚になります。酔いやすい方は注意が必要です。広い無料駐車場があって、そこから少し歩いていきます。早速行きましょう。最初間違ってひれふり展望台というところに行ってしまいました。着いた時はあれ違うな、こんなんだっけと、そこで初めて気づきましたが、結果的に間違えてよかったです。見てください、この眺め。虹の形に似ているので虹の松原と呼ばれています。見た目が卵のシフォンケーキみたいにふわふわで柔らかそう。こちらはほとんど人がいなくて穴場かもしれません。次に行ったのが鏡山展望台です。どちらの展望台も少し歩きますが、長い階段はないので安心できます。案内もしっかりとあって迷うことはないですね。虹の松原はとにかくいろんな百選に選ばれています。みんな大好きなんですね。風が少し強いですが、広くて見やすい展望台。本当綺麗ですよね。唐津湾も素晴らしい。ここだけを見て家に帰ってもいいんじゃないかと思うくらいです。遠くには唐津城とか唐津神社が見えました。後で行ってみようと思います。ずっと見ておきたいなと思う絶景でした。この山を下っていくと一軒のお店があります。お店の名前はポポットさんです。ランチプレートが美味しそうと思ったので行ってきました。ここはですね、すごく良かったです。正午前に行った時はもう順番待ち、予約はできないそうで早めに来た方がいいと思います。すごい人気なんですね。20分ほど待つ間も小さな林の中で気持ちよく過ごせました。10種の季節の料理とパンかご飯を選択して、さらにデザートにドリンクがついてきます。正直細かいことはよく分かってないですが、とにかく美味しかったです。量は多くないのにお腹がいっぱいになるのは
なぜなんだろう。期待以上の内容で大満足です。デザートも最高ですね。ビミでした。雰囲気は開放的で、屋外にも席があって、お店の方の対応もよく、いいお店でした。次は先ほど見た唐津城へ行きましょう。有料の駐車場から地下道を通って歩いていきます。バイクの駐車場もあって、そちらは無料でした。唐津城は、唐津に来たらここは行くでしょうという場所です。階段が少々きついかもしれません。エレベーターがあったので、足腰が弱い方でも城攻めができます。ただ天守閣の中はエレベーターがないので、ご注意ください。石垣がすごく綺麗ですよね。初代当主の寺沢という人が、九州のいろんな藩に協力してもらって城を完成させました。この方、明日見に行く名古屋城の土木工事をしたり、朝鮮出兵の際にも補給や輸送をした人物なんです。先ほど見た虹の松原を植林した人も寺沢さんなんですよね。めちゃくちゃ優秀な官僚トップという気がします。見えてきました。素晴らしいですね。天守閣の中にも入っていきましょう。天守閣の中は博物館になっていて、唐津藩の資料などが展示されていました。5階からの眺望はすごかったですよ。やっぱり城下町の景色っていいなと思います。海風が気持ちいいですね。最後はご乗員をいただきました。ぜひ唐津城に行ってみてくださいね。次は唐津神社に行きましょう。まず見えてきたのが、白く美しい巨大な鳥居。この神社の秋のお祭りは唐津くんちで有名です。引き山と呼ばれる飾り物を据えた山車が行列をなして街中を巡行していく迫力の唐津くんちを一度見てみたいですね。堂々たる社殿と張り詰めた空気。御朱印もいただいて帰ります。旅先の神社仏閣巡りは、昔は全然興味なかったんですけどね。ご利益というよりは、その土地にお邪魔しますの気持ちで参拝しています。次は近くの旧唐津銀行へ行きましょう。到着です。駐車場は隣にありました。赤レンガに白い石材で線が入った建物。観覧は無料で、予約も不要です。中の様子を見ていきましょう。
麗しい外観の建物の中は美しい装飾が細部まで施されていました。映画のセットのようで別世界です。パソコンもない時代に手作業で作ってるからすごいですよね。1912年に完成。明治から大正になったまさにその年、日本で西洋化が進んできたその頃に建てられました。建物の監修は辰野金吾という人物。この方は東京駅や日本銀行本店、それに武雄温泉の楼門まで手掛けたすごい人です。そして建築家という職を初めて確立したのもこの方。2階は応接室や会議室もありました。今は辰野金吾記念館になっています。唐津出身ということもここで知りました。大正ロマンが好きな方は時間を忘れて見てしまいそうです。私は金融機関の仕事をしていますが、こんな場所で仕事ができたら胸が高鳴りそうです。いやー楽しかった。ありがとうございました。今夜のホテルはホテル&リゾーツ佐賀唐津。少し早くチェックインして散策していきましょう。駐車場は無料で100台以上止められそうです。部屋は洋室にしました。ソファーベッドもあって広々しています。すごい広いですよね。ユニットバスはよくあるものですね。窓からは唐津湾の眺め、いい景色じゃないですか。歩いて海まで行けそうですね。ホテルを出てきました。虹の松原を海から見たらどうなんでしょうね。どうやら浜に出れそうです。おお、めっちゃ綺麗。いい眺めですね。周りには誰もいないし、砂は固めで歩きやすい。夫婦でしばらく浜辺を歩きました。旅先の何もない場所で何気ないこういう時間がいい思い出になるんですよね。虹の松原を浜辺から見るとこんな感じ。いい時間でした。ホテルに帰ると唐津バーガーのお店が近いことに気づいたので行こうということになりました。これが虹の松原の中かなんて言ってたらお店を通り過ぎてしまいました。 U ターンできないのでしばらくドライブしますか。戻ってきました。キッチンカーのお店、ここですね。昭和36年創業。この雰囲気たまりませんね。注文をしてから焼き上げてました。袋には唐津城と松原の絵、
カリッとしたバンズと肉汁たっぷりのパティ、少し甘い自家製デミグラスソースと合わさります。いやこれは美味しかった。ビビでした。ドライブに来たら絶対来た方がいいですね。場所もいいんでしょうね。それに結構遅くまで営業してました。ホテルの隣のコンビニでお酒と軽い夕食を買って、今日は早く寝ましょう。ちなみにこのホテル、バブルの時に建てられたそうです。だから内装は豪華。多少古いですが、明るいフロントの対応と清潔感が保たれていたいいホテルでしたよ。海に近いのもリゾート感があっていいですね。そして豪華ホテルでコンビニのご飯。そんな私たちにいいねボタンとコメントも忘れなくお願いします。明日は唐津を出て呼子に行ってからいろいろ巡りながら伊万里まで行こうと思います。お楽しみに。おはようございます、ドラ旅です。ホテルの朝の景色、今日も暑いぐらいのいい天気です。九州の佐賀県を半周する旅の2日目で、唐津を出て呼子へ行ってから伊万里に向かおうと思います。呼子といえばイカの生き作り、これは絶対食べたいですね。順番待ちがあるみたいなのですが、開店時間に行けばきっと大丈夫じゃないかなとか思いながら早めに出発しました。朝の爽やかな風に松のいい香り、いいところでした。あとは呼子朝市が日本三大朝市で有名です。朝起きるのが苦手なので今回は行きませんでした。白黒のコスモスで日焼け止めを買っていきます。日に焼けると真っ赤になるんですよね。他にも七つ釜という海の洞窟も有名ですね。上から見えるけど船で行った方が絶対楽しそうです。ただこれに行くとイカに間に合わないということで今回はパスしましょう。いつか行きたいですね。呼子に入るとイカの看板がたくさん見えるようになります。それだけでうわー来たーって気分が盛り上がります。呼子でおすすめのイカのお店ってどこなんでしょうね。橋が見えてきました。今回行ったお店は呼子大橋に近いマンボウさんです。平日は11時にオープンで、30分前に来た時には見てください、もうたくさんの人、すごくないですか。早く来て正解でした。来たら番号札を先にもらって、その順番に呼ばれていきます。お店は桟橋を渡った先にあって、海の中でいただきました。イカと同じ目線でイカを食べるんですね。待ってる間も景色がいいから退屈しませんでした。イケスがすぐそこにあります。新鮮な証拠ですね。日本初の海上浮体式のレストランで、実は船みたいに海に浮かんでいます。階段を降りた先に席があって、どの席からも海が見えました。なんか水族館みたいですね。スマホでも注文できます。イカコースにしました。こちら姿後作りしますんでね。じゃあお吸い物お熱いんで気をつけてください、ね。ご飯の代わり2000円できますんで、どうぞご利用ください。まだ動いてますね。白くて舌が透き通るくらい透明です。身が厚くてコリコリとした歯ごたえ、もちもちとした食感と言ってもいいですね。あと甘さにびっくりします。九州の甘い醤油と抜群に合うんですね。この鮮度は来た人にしか絶対に味わえない。イカシューマイもプリプリで美味しかったですね。ぜひ食べてもらいたい。旬はいつかなんですけど、違う種類のイカを一年中うまくローテーションしているから、呼子はいつ来ても旬のイカを食べられるそうです。ゲソのところは天ぷらにしてくれました。これがね、甘くて美味しい。
最後まで大満足です。ビミでした。次は呼子大橋を渡って壁島に向かいましょう。着いたのは橋から5分ほどの甘夏母ちゃんというお店。呼子に来たらここにも来た方がいいですね。お店に入ると甘夏の爽やかな香りでいっぱいです。いらっしゃいませ。甘夏ゼリーをいただこうと思います。めっちゃ美味しそう。果汁たっぷりでプルプルした見た目。皮が器に使われてました。食べてみると酸味があってほろ苦いゼリー、爽やかな香りが鼻を抜けていきます。後味もさっぱりしてました。この味の加減が相当難しいらしいです。あっという間に食べてしまいましたね。ビミでした。お店の方の対応も良かったです。ゆっくりとした時間を過ごせました。さらに島の先まで行ってみようと思います。まっすぐ北に進むと急に道が狭くなりました。すごい狭いですよね。対向車が来ないことを祈ります。見てくださいこの景色。ここまで来た甲斐がありました。この先はどこまで続いてるんでしょうね。駐車場以外は何もない、観光地化されてないところがいいですね。心地よい海の風と草原が広がる美しい光景に出会えました。先の方まで行けるようなので行ってみましょう。道は途中で終わってましたが、この景色ですよ。海の色も綺麗ですね。壁島の先は絶景が広がってました。さあ島を出て名古屋城跡に向かいましょう。道の駅で休憩です。桃山天下一、名前のインパクトがすごいですね。天下統一した秀吉が拠点にしたことが由来みたいです。ブラックモンブランがカレーになってました。どんな味なんだろう。中は広くて便利な道の駅でした。目と鼻の先に目的の名古屋城跡があります。名古屋城は豊臣秀吉の朝鮮出兵の時に拠点として築かれた城です。城の面積は大阪城に次ぐ規模の広さ。天守までめちゃくちゃ遠いと思いますが、見に行きましょう。左に見えてるのは博物館です。この後行く博物館も無料ですが、
ここで協力金100円を納めていきました。おお、めちゃくちゃ広そう。秀吉は全国から戦国大名を集め、当時のこの辺りの人口は約20万人に達しました。戦国武将が集まって、まさにオールスターみたいになってるの熱くなります。信長の野望の最後の方みたいな感じです。長い道のり、天守に忘れ物をして取りに帰るときは泣きますね。案内があるのはありがたいです。何もなかったらきっと迷子ですね。なんとなくで進んだら着きました。先ほどの案内所から上まで500メートルぐらい歩いています。これが天守跡。秀吉も同じ光景を見たのでしょうか。どんな思いだったんでしょうね。皆さんも天下を取った秀吉気分を感じられますから、城攻めしてみてください。博物館の中は無料だったんですが、ほとんどは撮影がダメでした。いろんな展示があって、特に秀吉が出した手紙は見る価値があると思います。中でも黄金の茶室は必見です。三畳の部屋の柱や壁、障子までもすべて金。畳は鮮やかな新興色。こんなん招かれたらお茶の味どころじゃないですよ。御城印も豪華なのにしましょう。次は波戸岬までドライブです。すでにいい眺めの予感がする波戸岬に着きました。キャンプができそうなくらい広い場所を歩いていくと、日本本土の最北西端があります。ちなみに日本の最北西端は対馬ですよね。対馬は行ったことがなくて、いつか行ってみたい場所です。海中展望塔がありました。面白そうなので入りたいと思います。86メートル先の高さ20メートルの展望塔、螺旋階段で降りていきます。総工費は4億8000万円。ずいぶんかかりましたね。40年間周りに餌をあげ続けたら、たくさんの魚が周りに来るようになったそうです。24個の窓からは思ってた以上にたくさんの魚が見えました。癒されますね。海の風が気持ちいい。ポツンとあったのはハドとハートをかけたオブジェ。恋人の聖地はいろんなところにありますね。美しい海岸を後にして伊万里方面に走っていきましょう。この先にもたくさんの魅力的な場所が待ってました。着いたのは国道204号線沿いの浜の浦の棚田。歩いていると急に見えてきました。岸から駆け上がる階段のように連なる棚田。大小203枚の田んぼがその日の天候によっていろんな景色を私たちに見せてくれます。展望台は広くて見やすかったです。
ほら、すごいよね。行った時は5月10日、特に4月下旬から5月上旬の田植えの時期は見頃です。日本らしい絶景ですね。10分ほど走るともう一つ棚田があって、こちらはマイナーなのかなと思いました。でも素晴らしい光景でしたよ。すごいですよね。鎌倉時代から江戸時代に築いた約1000枚の田んぼ、青い空とそれを反射する田んぼと漁港の白い船、感動しました。10分ほど先にも展望台がありまして、山を登っていきます。いろは島展望台です。いろは島というのは伊万里湾に浮かぶ大小48の島の総称です。島の数が多いことからいろは48文字を連想したようで、空海が名付けたみたいです。ちらっと見えてきた空海お墨付きの景色、車椅子で展望台まで上がれます。たくさんの島が海に浮かんでいるように見えました。ほとんどは無人島みたいですね。最高の絶景でした。今見た島は長崎県なんですね。でもその島に行くための橋があるのは佐賀県っていう不思議な感じになってました。今夜のホテルは伊万里市内にとっています。伊万里まで走っていきましょう。着いたのは伊万里グランドホテル。伊万里市内でホテルを取るのは本当に苦労しました。この辺はホテルが少ないんですかね。たまたまキャンセルが出て泊まることができました。最近どこもホテルがいっぱいで苦労しませんか。チェックインしてから夕食を食べに外に行きましょう。綺麗なホテル。ロビーの感じだといつものビジネスホテルと思うじゃないですか。今回は別館の和室です。ホテル外観とのギャップが良いです。ちょうどいい広さ。これは帰ってから飲みですね。あと鍵がおしゃれ。伊万里で食べた夕食は牛丸というお店でした。伊万里牛を食べたい気分です。ここのハンバーグが絶品でしたね。店内に入ると肉を焼く音と肉の香りと賑やかな声。ハンバーグ&ステーキ食べていこうと思います。ステーキ、こちら和風ソースでございます。たっぷりの肉汁のハンバーグ、あふれすぎる肉汁、たまりませんな。デミグラスとオニオンソース、うまみたっぷりで最高でした。ステーキの焼き加減もミディアムレアで絶妙です。美味でした。店員さんの接客も良かったし、お店の中も清潔で大満足です。
コンビニ寄ってホテルに帰ります。今どこなんだろう、ちょっと待って、ナビ調べないと分かんない。ハンバーグ失った。もう一個食べたい。もう一個食べたい。もう一個食べれるから、じゃあステーキとハンバーグもうワンセットでいいかもしれない。ハンバーグだけ食べたい。ハンバーグ美味しかった。ステーキも柔らかかったね、肉。あれ柔らかいよ。ちょっと待って、駐車場空いてなくない？ね。こっちは空いてません。いやー、ちょっと待ってね。空いてない。ちょっとわからんな。あれだけ食べたのに。二次会がホテルで始まります。どれだけ食べるんだって思いますよね。乾杯です。ホテルで食べる麺が大好きです。佐賀県に来たらブラックモンブランです。竹下製菓は佐賀県の会社ですからね。明日は伊万里から有田を通って竹雄まで行こうと思います。お楽しみに。おはようございます。ドロ旅です。今日も暑くていい天気です。佐賀県の旅3日目の今日は、唐津を出て呼子へ行ってから伊万里に着きました。今日は伊万里から有田、そして竹雄まで行こうと思います。竹雄温泉が楽しみすぎる。伊万里と有田といえば同時期ですね。焼き物は奥が深すぎて正直よくわかりません。でも陶磁器に詳しくなくても大丈夫です。私のように知識なしでもすごく楽しめたので、ぜひ最後までご覧ください。まず向かったのは日陽の里大河内山というところです。見ての通り山奥に入っていきます。ここはですね、江戸時代佐賀藩の御用窯が置かれた場所です。えりすぐった人を集めて焼き物を作ったら、世界で認められるほど美の頂点を極めた焼き物ができたので、その技が外に漏れないように今から行く場所に移して管理していた、そんな場所です。名前を鍋島焼きといって、当時は民間に出回ることはない特別なものです。入り口の橋が焼き物で早速ビビってしまいますね。昔は関所があって、陶工の方の行動が制限されていたようですが、藩からの給与もあって待遇はかなり優遇されていたようです。細い石畳の坂道に沿って約30の窯元が連なっていました。山水画みたいに切り立った屏風岩が奥に見えてきます。ひときわ目立つ煙突は青山窯。入っていきましょう。青山窯のお店は2つあって、こっちはカジュアルで手が届きやすいお値段のお店。シンプルで親しみやすいものばかりでした。こっちが本店。伝統的な鍋島様式が多いようです。触れるのをためらうようなオーラたっぷりの磁器が並んでいます。鍋島青磁の特徴でもある透き通るような翡翠色が美しい。この青磁の石を砕いて溶かして磁器にかけて焼くわけなんですけど、石そのものは黄色かったのに、焼いたらなぜあの翡翠色になるのか不思議でした。鍋島焼の図柄は赤絵が入ったもの、青色の器のもの、青い色の濃淡だけで表現したものの3種類の図柄が伝統文様です。今は窯元の9割ぐらいが現代風にアレンジをしたり、シンプルなデザインをしていると聞きました。なので難しいことは置いておいて、気楽な気持ちで窯元巡りをするのも楽しいと思いますね。ずっと奥まで続いています。川と坂に沿ってたくさんの家が立ち並んでいました。
この景観も見どころです。入り口に近いこちらのお店では一度にたくさんの作品を見ることができました。大河内山の散策は歴史の勉強にもなりましたし、何より見ていて楽しかったですね。次は有田焼を使った和モダンな料理店でランチをいただきましょう。JR 有田駅の近くまで来ました。着いたのは安名というお店。有田駅の器で和食をいただくことができるいいお店でした。1971年創業、おしゃれな外観。じゃあこちらお使いいただいてよろしいですか、皆様。落ち着ける個室に案内されました。食べたのはランチ限定の陶箱弁当。あとご飯お吸い物来ます、ね、ことぶきの字が描かれた陶箱の中は懐石風の創作料理。ご飯に、刺身に、お吸い物。このプルプルなのは、ご豆腐。見ているだけで楽しくなります。地元の食材を使った創作和食は、どれも美味しかったですね。おすすめのお店です。ビミでした。あとですね、おかみさんが気さくで素敵な人でした。ありがとうございました。これから車で5分ほど走っていきます。着いたのは少し高い丘にある有田セラです。200メートルの道を挟んで20店舗くらいの有田焼専門店が並ぶショッピングモールみたいなところでした。ゆっくり見て回りたくなりますよね。伝統的な有田焼から最新のデザインの器に目が飛び出るような値段のものまで、いろんな有田焼のお店が揃ってます。有田焼のトイレもいいけど、有田焼のお風呂入ってみたいですね。この色もとても美しい。値段も手頃。揃え始めたらいい金額になりそう。IKEA とか無印が好きな人は時間がいくらあっても足りないでしょうね。そんな方にまずおすすめしたいお店がこちら。有田セラに来るときは数時間を費やすことは覚悟してくださいね。電子レンジや食器洗い機が可能で、普段使いで実用的なものが多いのは嬉しいポイントです。
陶器市みたいに安い有田焼きももちろん揃ってます。ついつい買いすぎてしまうので気をつけましょう。見れば見るほど迷ってきて随分時間を使いました。次は宮殿に行きましょう。入り口から広い道路をしばらく進んで着いたのは有田ポーセリンパーク。すごい宮殿があるそうなので来ました。駐車場からすぐに見えてきます。近づくほど割と大きな宮殿であることがわかります。1993年、いろんな企業が出資をしてドイツのドレスデンにあるツビンガー宮殿と公園を再現しました。有田町とドレスデンが姉妹都市だった関係で宮殿ができたようです。両側にギャラリーとかあるようですが、今は休業しています。老朽化している感はあるものの、無料でこれを見れるのはいいですね。綺麗に刈り込まれた広いバロック庭園。実際どこまで再現しているかというと、この王冠の門は忠実に作られていました。あとの残りは雰囲気。貴族の格好で歩きたい。宮殿は酒造メーカーの宗政酒造さんが運営していて、宮殿のそばでお酒や麦焼酎の試飲もできて、お土産もたくさんありました。ここの焼酎が面白くて、冷凍庫で冷やして水と焼酎を別々のグラスで飲むっていう初めての体験をしました。これですね。まろやかで美味しかったですね。ぜひお試しください。カメラでいっぱい撮りたくなる場所でした。着いたのは末山神社です。駐車場がよくわからなかったのでこちらに停めました。有田に来たらぜひ来た方がいい神社ですね。すぐ前に線路があるのはびっくり。普通に電車も通ってました。鳥居の前に踏切、なんか絵になりますね。この神社は焼き物の神様として親しまれています。やや急な階段を上ると陶器でできた鳥居が見えてきました。すごく美しいですよ。青い空と青い文様の鳥居。今回も無事に旅ができました。ありがとうございます。御朱印も種類が多くて綺麗なものばかりでした。書いてくださるのも嬉しいです。次は有田町を出て竹雄まで走ります。
途中の道の駅山内で休憩。黒髪の里って書いてますね。なんで黒髪なんだろう。ご存知の方、コメントで教えてください。何回もルルブとかで見た楼門が見えてきました。武雄温泉に来たって感じしますね。人生初の武雄温泉です。ドキドキします。前の動画で紹介した豊臣秀吉が名古屋城にいた時も多くの兵がここに来たそうです。楼門は最初に見た唐津銀行と同じ辰野金吾が手掛けて1915年にできました。これできたの100年前なんですね。門から中に入ると現在も営業している複数の公衆浴場がありました。個性的な貸切湯も多いですね。この大きな朱色の建物は武雄温泉新館で、かつて大衆浴場だったところです。今は誰でも入れる資料館。5銭とか10銭とか払う浴室から今でいう貸切風呂まで今でも残ってます。これが昔の貸切風呂です。ちょっと狭いかな。新館の横にある貸切風呂の殿様湯に今回は入ります。はい、どうぞ。はい、でこれから1時間ですので7時10分まで。10分ですね。合わせて7畳ぐらいの控え室と縁側まである広さ。その奥に歩いていくと見たことないような特別な世界。江戸時代に鍋島藩主専用として作られた総大理石の浴場があります。他にもシーボルトや宮本武蔵、伊達政宗、伊能忠敬、そういった方も入浴したという記録がありました。浴槽の上に脱衣所があって、ほんとすごいなこれ。武雄温泉は弱アルカリ性の単純泉。保温性が高くて透明で柔らかな湯触り。源泉 100% かけ流しです。柔らかいシルクに全身包まれる感じ。引き戸がありましたが、これは何だろう。よくわかりません。空いているならこの殿様湯を体験してほしいです。疲れは取れるけど興奮してゆっくりできない。お茶も備わっていて至れり尽くせりの殿様気分、最高に美味でした。少し暗くなってきましたね。日が暮れたらライトアップが美しい。幻想的です。いいですね、この時間帯の雰囲気。男女別の公衆浴場もあって武雄温泉にまた来たくなるの分かります。お風呂上がりのコーヒー牛乳を飲みながら武雄温泉に吹く少し冷えた風を感じました。実際の交通規制に従って走行してください。帰ります。今度は加納の湯にも、一番のとこに入れてよかったよ ね。とりあえずね、温泉のおかげでずっと体が温かいです。唐津伊万里道路から博多を横切って下関まで帰ります。
いつもの古賀サービスエリア、菜の福屋台です。旅の最後の食事って適当って言ったら失礼だけど、何でもいいやってなります。ラーメンかうどんかカレーになってしまう。締めのラーメンはうまいです。佐賀県半周の旅はいかがでしたでしょうか。唐津から武雄まで日本海の方を走ってきました。どこも懐かしさが漂う街ばかりでした。今回は佐賀県の北側に行きましたが、次は佐賀市、鹿島、嬉野という佐賀県の南側にも行ってみたいですね。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をいただけると嬉しいです。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。